どうも、ミルシャです。さあ、行きたいと思います。思いっきり風邪ひいてますが、また声がおかしいですが、5のイベントのメスプラプラミッションですね。アポカリオープス、はい。でやっぱまあ前回のガチャ動画見ていただいた方わかると思うんですけど、5相当薄くて、でどうしようと思って、とりあえずあれもらったんですよ。ミッションの間からもらえるやつで、回復バースト、レナの回復バースト、まあ、レナ何にも持ってなかったんで、必殺ゼロなので、もらって、で、怖いのがね、これなんよ、死のルーレットなんよ。死のルーレットってなんか、有無を言わさない感じが、なイメージなんですけど、どうやったっけ、とりあえず即死耐性つけてるんですけど、いやちょっと怖いです。ただレナのそのバーストが1よりレイズ付きなので、まあ大丈夫かなと、最悪なんとかなるやろということ で、 で一応ファリスメナブレで、であとはそうっすね、バースト組というわけでもないんですよ。これクルールとかはあんま何も持ってないですし、これどうしようかな、バリガルにしとくかないよね。でもこれしかやらせることがない。魔力の歌、まあ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 いいか、まあいいか、 OK。 一回行ってみます。とりあえず一回行ってみてやわ。でまだ一応もらえるバースト残してるんですよね。候補としては、うわすごい、4つとも新兵器並んでる。候補としては一応バッツの炎のバースト、まあ、バッツのバーストどれでももらえるんですけど、と、あとクルルの、炎まといのバースト、両方とも炎まといなんですけど、が取れるんで、まあ、それ取るか、まあ、もしくはドルガンとかのレジェダイを開けに行くか、なんですよね。その辺も開いてないんで全然。で、なんとかなるんじゃないかなと思ってるんですけど、今のところはちょっと不明。やってみないと何とも言えない。戦ってみましょうぜという感じ。初めて使いますよこれ。心を通わすもの、自身を短縮したいだけなんですけど、初めて使うわマジで。メルトンでそうっすね、イメージでまあ 4000×4 ぐらい出てくれたらいいかなぐらいの感覚ですね、気持ち的には。おいリターンします。結構開幕きついな。最速で誰か動かんと無理か。ファリスで壁じゃないと無理ってことか。嫌やな、ペナブレ入れたかったんですけどね、開幕。そうなるとドルガン、いや、ガラフ、いや、難しいところやな、これ。ちょっと遅かった？レナが遅いんかな、ちょっと。レナがいまいちっすよね、回復として。なんか、いい回復の超絶とか、もし、もらってたら1個ぐらい、なんていうの、やろうかなと、ガチャ引こうかなと思ったんです、正直。今回の5のやつ、1回だけね、本当に1回だけ、それでだいぶ変わるやろうと思って、まあ何が出ても、ほとんど被りなかったんで、と思ったんですけど、引いても、ミラボ出ても、もし、レナやったらやばいっていう、まあ大外れではないんですけど、全然大外れとまでは言わないんですけど、だいぶ外れ臭いですよね。最終まだナイトメアとかでいつか使うことあるかもしれないですけど、ナイトメアを僕がクリアできるようになるときにはもう一個強いの出てそうやから、だから焦らんでもいいかなと思って、まあ、今手持ちでとりあえず倒せりゃそれに越したことないという、あ、間違えました、完全に間違えました。今フラッシュ、おし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 、やっぱり結構早めに来るんちゃうかなと思ってた。やっぱり結構早く来るな。今のペナブレ打っといてよかったパターンのやつですね。よかった。フラッシュていうか、フラッシュ書いてたっけ。フラッシュ対策してたわけじゃないんやけど、あのフラッシュなんて全然どうで、あの思ってなかったし、即死系の攻撃が怖くてペナブレ入れたかっただけなんですけど、ルーレットっていつ来んのかな。いや俺でもルーレットはなんかペナブレ関係なさそうな気がするんですよね。刺さったら終わり感が、すいません、全然
テストプレイしてない、ぶっつけ本番すぎて何言ってるかわからない状態になってますが、メインアタッカーはクルルなのかな。ガラフもまあまあ強いんですけど、バービーが弱いんですよ。弱いというか回復してくれるんで、その分弱いって感じかな。遠軌道もできれば使いたいっすね。あの遠軌道のあの防御力、来た、当たった、うわ最悪やん、え最悪やん、4分の1ってことか、いきなり 25% 積もるか。北斗ちゃうねんから、ペナブレとか関係ない、耐性アクセも関係ないっぽいか、ぽいっすね。しかもアースブリンガーがこれで威力弱まってまうし、ちょいつらめですな。あとでもあと2回は食らうね、これ2回っていう言い方はどうかわかんないですけど、数ターンごとにって書いてたから、今だって3分の1ぐらい削ってるから、あと2回は食らうのよこれ。はてなはてな、これが即死耐性でかわせるやつかな、割合ダメージってやつですね。ほいほい、あーめっちゃ食らう、めっちゃ食らう、どうしましょう、ちょっと遠距離やっとくか。いやーこれおじいちゃん死ぬぞ、おじいちゃんというかお父さん、親父が死ぬ、親父は二度死ぬ、ちょっと親父やばい、親父、あーやっぱり親父は二度死ぬな、やっぱ。しかも壁やってもたし、最悪や、最悪です。あ、まだか、まだか、壁耐えたか、こっちはフェーンファントム、おしおしおし、フェーンファントムがまた絶妙ですからね。よし、壁やろうか。わあ、効くね、いや、もっと早く使っといたかった、効くね、意味はないんですけど、あんまりどっち使ってもあんまり変わらんということで、今回はこっち使ってみた、魔力を上げてみた。いや本当はこれ、これ入ってから入れないとダメなんですけど、さあ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 、ホワイトウィンドウ、よし、これでとりあえず生き返せたね、よかった。おじいちゃん復帰、まあおじいちゃんはねバーストを入れてほしいのですよね。タイクーンフェニックス、未知なる大地、ただこれ攻撃が多分ないんですよ。うわマジか、積もるなおい、引きがいいのか悪いのか、あーそう、あーそう、いやこれもレナ持たんすね、まずい、ファリスやったらよかったのに。残り体力とかで選ばれてんのかな、ルーレットやからそういうわけでもないのかな、ちょっとわからないですが、とりあえず未知なる第一、タンタンタンタタタタタタタン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 タタタタタタタン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 、まあまあ強いですよ。でなんでか行くんですよ、なぜか最後行くんですよね、よくわからないんですけど。よし、どうしよう、誰かを回復する方向で、ナイス、めっちゃいいダメージ、ナイス、炎の弱体化と、あとはさっきのクルルの魔力アップが効いてますね。最初から魔力アップにしときゃよかった、あんな短縮なんかどうでもよかった。あ、まあまあ効くやん、いいよー、すー、レナ神様がもう持たないんで、こっからはもう弱え、これが弱いのよ、これがめちゃめちゃ弱いですから。はい、レナ神様が持たない、厳しい、内短気砲を打ちますか、ナイス、クルルの、あー来ましたね、クルルのレジェダイとかの解放も全然視野には入れてます。まあ、そのバーストもらったらもう解放してもいいかなと思う、まといバーストもらったら、ただこの時点でこれぐらいダメージ出てたらまとう必要もないじゃないっすよね、強いな、
一気に来ますね。さあ間に合うのかな、こっちの攻撃。トライディザスターは完走、間に合いましょうか。マインドブラスト初めての攻撃、遠軌道がここで返っていく。やっぱりもっと早く使っといたらよかったわ。結構序盤で使っといたらよかった、2回分呼び出せたんですね。よし、もうちょいいけるんじゃない。落とし込め、こらこら、もうちょい、マジでクルルは死ぬ。はい、行ったか行ったか、死のルーレット。嘘やろ、あラッキー。てかこれが普通か、どんなもの確率なんやろ。今あいつに行ったんやね、ルーレットが当たってから選ぶシステムかよ。権利者かお前は、ビッグかスモールか当たってから決める感じ。はい、危ない、なんとか権利者を撃破。まあ女子2人死にましたが、はい大丈夫ですね。はい、この辺までの難易度なら全然なんとかなる。はい、まだ他全然終わってないですけど、とりあえずメッツプラプラのミッションは完了。ガチャ引かなくてよかったねと。はい、まあ、前回も言ってた通り、前回のガチャ動画でも言ってた通り、まあ、多分当分もガチャ引かないので、ラッキーとかもスルーしようと思ってるんですよね。はい、まあ、よっぽどのことがない限りは。はい、なので あんま面白くなくなるかもしれないですまあまあそもそもあまりガチャ引けないんですけど、はい、ちょガチャは次の、闇セシルの超絶2まで、貯めておこうかなと思います。はい、では見ていただいてありがとうございました。